会長王。中井さん。まとめてくれ。金スマがパリゴリンメダル逃した男子バレーを特集川合協会会長の感謝にネットから、素敵だな、などの声。16日放送の TBS 系バラエティー、中井正宏の金曜日のスマイルたちへは、メダル獲得はならなかったパリゴリン男子バレーボール日本代表を特集。 日本バレーボール協会の河合俊一会長が出演し、皆さんが期待した結果に至らなくて、こうやって最後取り上げてもらってありがとうございます。と述べ、ネットで話題になった。番組では、日本代表首相の石川祐希のインタビューや若手選手の特集を放送。河合さんは、最後人いいですかと切り出し、感謝を伝えた。 河合会長がこのコメントをしたとき、MC の中井正宏は、その場に同席しておらず、タレントの石原良純が、中井さん、中井さん、あれと、MC の中井の名前を連呼。しかし、中井は現れず、X、旧ツイッターでは、中井さん。まとめてくれ。なぜ中井さんいない章、中井さん。呼ばれてた章。 この場面では中井くんいないのね、といった声が見られた。その他、会長素敵だな、取り上げてくれてありがとうございますって、会長を負けた時から次は始まってんですよ。応援してますって。泣いたこれをちゃんと言える教会で未来英語なりましょう。何をおっしゃる。そんなことがあるのも、勝負の世界じゃん、といった声が寄せられている。 1972年のミュンヘン大会以来52年ぶりの金メダルを目指して、いた男子の日本は、準々決勝でイタリアとフルセットの激闘の末に敗れた。